じゃあ早速組んでみたいと思います。基本的にこの説明書に、はい、見てやってもらうと、はい、いうことですね。まあもちろんあの説明書見るの大嫌いという人もいますから、はい、そういう人はもうイマジネーションでやってもらっても結構ですけど、でもそんな難しくないんで、これこの動画だけ見て、うん、そのままパッと組み始めると多分ほとんどの人はできちゃう。できますできます。はい、足なんですけど、いきなり引っ掛け問題で、これがついてるやつとついてない側とあります、はい、両方とも同じです、ね、両方ともね、はい、でこれはどういうことかっていうと、この丸の DJ 側ですねにやるということですね、はいはい、あ、であらかじめあの当然これあれなんか落ちた落ちた、あれもう穴開いてるの、あのさっき電池取った時、あらかじめもうネジも全部ピックアップしておいてください。はい、あの袋破ってね、当然ね、はい、これだいぶもう足から全然違うでしょ、これ全然違う、レベルが塗装も良くなってるし、うん、どれぐらいいいかっていうと、スガキ屋でいうと普通のラーメンと肉入りラーメンぐらい違いますよ。長いやつ、長いやつ、うん、長いやつ、はい、はい、で、あと、一応改良点としてはですね、土台のブラックに関してなんですけど、ブラックは足も黒になった、これがね、ああそうですね、これいいんですよ、はい、これはあの黒子に徹してる感じがいいでしょ。え、なにこれ、スプリングアッシャーと普通の開くみたいな、あれ、あ、そっか、はい、で、ネジなんですけど、スプリングワッシャーと平ワッシャーを、があります。こういうネジがあって、で、スプリングワッシャーがあります。で、この平ワッシャーがあります。で、まずスプリングワッシャーを入れます。こうやって入れてから平ワッシャーを入れる、これが基本形です。で、人数がいる場合はとりあえずあの例えば彼女とかそういう人にこれやっとけみたいな、うん、あ、そういうこと言うとあんままあいいや、あの、まあ、後輩とか、うん、ちょ、お前これやっとけみたいなふうに言ってやらせてください。でもこれがあの準備あるんです。で、これは、こうやってもう普通にやってください。はい、陽介管理人は本当にあの不器用な人間でこういうの組むのが本当に苦手なんですが、そんな人でも別にそんなに問題なく組めますのでね、はい、こうやって。で、まずポイントとしてはですね、いきなりあのこれ生きってですね、六角でガン締めする人がいますけど、そういう人は素人です、はい、まずは軽くやってください。軽くね、はい、こんな感じでキュッ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 って。じゃあ全然簡単でしょ、簡単、うん、もう簡単すぎちゃって、もう本当に。で、あの前回とこれすごい地味なんですけど、平ワッシャー、はい、ワッシャーの質も上がってますんで、はい、はい、あのさらに強度が増してますからね、はい、まあ、こんな感じで、で遊ぶ、この遊ぶ感じね、これが大事なんで、あ、間違えたこれ先にやんなきゃいけない、いや、早い、あー、うん、まあいいですね、大丈夫、大丈夫、いける、ね、はい、まあ、とにかくこういう風になればいいんです。で、これで遊ばしておくとこうやって入るから、だからこっちの方がいいんじゃない、やり方としてさ、ね、でも、まあ、つけやすいんだよね、片っぽ表示にしておいた方がいいね。一人でやるならこの流れの方がいいのかもかな、うん、かもしれないね、うん、まあ、こういう感じで、で、まあ、要はどうなってるかっていうと、ここに穴がネジのメスが入ってるんで、はい、ネジのメスが入ってるんで、このサイドから入れ込むってことですね、このネジ、あ、いかん、噛んで、ちょっと、すいません、はい、こんな感じ。まあ、我々も説明動画なんであれですけど、もっと慣れたらパパッとできますからね、はい、はい、まあ、ぼち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 やっていくという感じで、はい、これいいですね、はい、はい、じゃあ、閉めて、閉めて、いや、これです。あ、先にそっち行きますか、はい。はい。これが要は、あ、そうか、そこも遊んでた方がいい。これが遊んでた方がいい。はい。はい、で、その次です。
その次はこのフロントパネルをつけます。でこれはですね、結構短いネジがありますので、それでやっていただくという形になります。ちょっとカメラさんの見やすいようにちょっと移動するようになります。はい、はいはい、こんな感じですね。よいしょ。ここら辺の精度もね、全然ね上がってるんですよ。まあ後で紹介するけどさ。はい、でまずこうやって当て込んでもらって、こんな感じでね、3つの穴がありますので、でこっちも3つの穴があります。ここに当て込んでもらう。でネジを1個つけるという感じですね。とりあえず1個もらっていいですか。はい、でさっきと一緒のように、これも、平ワッシャーとスプリングワッシャー、まずスプリングワッシャー行って平ワッシャー入れるという感じですね。はい、で穴に当て込んでもらって、真ん中から行くのがいいでしょう。あれ入りが悪い。結構硬いね。よいしょ。あ、結構硬い。はい。まあ、こんな感じで、まあ、仮締めで結構なんで、はい。こんな感じで。はい。こんな感じで。大丈夫です。まあ、仮締めでいいですよ。手で締めれるところまで締めてもらって。はい。で、で本締めになりますんで、はい、これ付属の六角ですね。そうですね、付属です、うん。じゃあこれ付属の六角になります。で当然これテコの原理みたいなのがあるので、こっち側でやると回しやすいですけど、力は弱い。こっちはいっぱい回さなきゃいけないけど力は強いという感じですね。なんでまず浅い時はこれで、まあ、軽く締めてもらって、はい、こっちの方が回しやすいからね、はいはい、で最後の 本締めで、横のやつでちょっと強めに締めるといいでしょう。でもねこれね、よくありがちなんですけど、これクソ真面目な人はね何でも思いっきり締めたがるんだけど、このラックってねあんまりねむちゃくちゃ締めるといいことがなかったりするんで、はい、であと足の方もですね、仮でっていうかもう 9割ぐらいかなの感じで、あとここはすごく難しくって、ここに関しては長いのを使った方がいいね。こういう感じね、はい、ここだけめんどくさいな。とにかくここがめんどくさいな、これは、うん、ただね、ここの ネジはね、ないとダメなんですよ。結構ね、揺れに関わるな。はい、まあ、とはいえ結構簡単だよな、で、置くかもしれませんね。で、これでまあ大体9割ぐらいで締めました。で最後に増し締めをします。増し締めっていうのは、最後の仕上げです。これは、この横バージョンでやるといいでしょう。であんまりコツはあんまりやりすぎないこと、はい、ネジがバカになったりもするし、はい、まあ、大体ねこれで9割ぐらいとか、この横バージョンで9割ぐらいの力でかけとくとちょうどいいんじゃないかな。取るときも大変ですしね。なかなか細かいことばっかり言ってますけどね、様子管理。まあ、要はもう固定されれば別に何でもいいんですけど。うん、まあでもせっかくだからさ、ちゃんと。あ、結構簡単だな。で、はい。で、足かな、今度。そうですね。で、足ですね。はい。で、
ですね。はい、これをでこれアジャスター付きになりますので、ガタガタしてるところでも、合わせることができます。まあ、基本的に最後まで行っちゃって、こうやって最後まで行っちゃってから、合わしたい、ガタガタするようだったら合わせればいいかなっていう、そういう感じですね。はい。はい。で、起こします。前の土台よりちょっと重くなってるのかな。まあでもちょっと、でも天板が厚くなってますもんね。あと純粋に足が長くなってるから、その分の金属で、はい。で最後これですね。土台の象徴でもある象徴でヘッドホンかけですね。ヘッドホンかけは、こうやって今 DJ やるじゃないですか。その時に、右利きの人は右につけた方がいいと思います。はい、左でもつけれるからね、はい。ここに穴があるから。はい。はい、できた。はい。はい。という感じでございます。できました。で、まあ、実際に、どうですか、このここの滑滑感がすごいですね。あ、前はこう光沢系だったんですけど、まあ、マットになってて、うん、でこれも最初はそんなこと当然思ってなかったんですけど、うん、こう貼ってるんでこう破れてきちゃったりとか。カッティングシートですね、いわゆる。これはそうですね、まあ、普通に家で使ったらこういう風になってきてる人多分あんまりいないと思うんですけど、うん、うちはずっとこれ持ち運びもしたりとかいろいろ使ってたんで、うん、そうするとやっぱりこうもなってくるんだっていうところはあるんですけど、うん、これはそうなる仕様じゃないですね、そもそも、うん、っていう感じですね。で、一応これ表面が、まあ、あらかじめ変わったって言いましたけど、メラミン加工っていうのになりました。はい、ちょっとね凹凸があるんです。だからねちょっと滑り止めみたいな感じになってますね。ザラ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 、これ映りますかね、この素材感。ちょっとザラザラしてるメラミン加工っていうんですね、うん、うん、だからその機器も固定しやすくなってるというところがあります。はい、で以前のやつはこれですね。はい、で以前のやつよりも傷つきにくくなったということです。で、あとですね、これは音響的な話なのであれなんですけど、音質的な改善もだいぶしてます。で、ターンテーブルだと、これごめんなさい、 DJ 用の探偵じゃないけど、ちょっと今たまたまあったからラッチしてきましたけど、このこうやって、まあ当然これ、まあ、カバーしてあるからいいですけど、この針先に対して振動が、少なくするということが大事じゃないですか。じゃないとこうループバックしていくので、あの微振動が。でそれがなんで、このテーブルっていうのはなるべくがっしりしてた方がいいんですよ。でそこの内部の素材等も変えてですね、だいぶ振動しないようにしました。ちょっと一回試験してみましょう。以前のやつです。いきますよ、はい、これは音で多分 YouTube でも分かると思う。いくよ、はい、新しいの、あ、これ取った方がいい。新しいのいきますよ。はい、わかりますか。こっちの方が伸びてませんか。ジュワーンジュワーンって、これループバックしてるって証拠なんですよ。はい、こっちの方が、そのダンダンだけど、こっちはジュワーンジュワーンって感じじゃないですか。なので、ループしにくくなってます。
というのは、アナログでやった時にハウリングが起こりにくいっていうことです。であとは CDJ だったり DJ ミキサーでも中にトランスだったりそのコンデンサーとか、まあ、抵抗だったりそういう素子があります。それが、ちゃんと同じ正確な値を吐き出すか吐き出さないかっていうのは、その振動っていうのはすごい密接に関わってくるんです。なので、外見はもう全く一緒かもしれないけど中のこれ素材が全然変わってくるんで、音質の向上もはっきり言って全然違います。これは外見は似てるけどね、はい、いう感じです。で、さらに違いがあります。もうこれはもう一目瞭然ですけど高さが変わりました。はい、でこれ土台これマーク1を開発した時に一応陽介管理の思いとしてはですねこれ800なんですよ高さが、はい、で DMC とか普通のあれだと900で設定してます。でなぜこれ800にしたかっていうとお子さんだったり女性だったりだとかにも使いやすいようにする。で下にブロックとかやれば普通に900になっちゃうから、うん、まあ それぐらいが使いやすいかなと思ってそれはそれで好評だったんですけど、ただ私が想定外だったのはこれを現場に持ち込むっていう人はものすごい多いっていうことですね。確かに折りたたみのやつもあるんだけど折りたたみのやつだとやっぱり揺れるから結局これを持ってきたいっていう人が結構多かったっていうのが想定外だったんですね、はい、で現場でも使いやすいように、50センチ上げました、はい、850、まあ、こっちの方が DJ 感やっぱあるよね。そうですね、うん、こっちだとこうやっていっぱい体が見えちゃうと、うんうんうん、結構ねそういうのって違いありますよね、はい、ギターでいくとこうやってギターやるのか、うん、こうやってギターやるのかこっちの方が下がれば下がるほどかっこいいみたいな、うん、まああえてこっちの方がかっこいいっていう人もいるんですけど、はい、一般的には下がれば下がるほどかっこいい、まあ、そういう感じがやっぱあって、これぐらいがちょうどいい。私173センチなんですけど、でもあれだと違和感ないでしょ、これぐらいだったら、うん、582ぐらいですけど、うん、これぐらいがいいですかね。全然いいでしょ、はい、うん、まあもちろん900でもいい、そうですね、いいんだけど、はいはい、850でも全然いいでしょ、うん、全然いいっていう感じです。で、これでも足りない人はまあちょっと5センチぐらいの何かを敷いてもらえばもうそれでよしっていうことになりますので、いう感じです。で、あとはですねこの辺の溶接の精度だったりだとかっていうのが全然、違いますね、はい、この辺の溶接の精度だったりっていうのも上がってます。もう強度自体も上がってる。で、あとはパンチングボードというかフロントのところですね、はい、ここのこれがですね、変わりました。これもちょっと硬くなったのかな、はい、いう感じになってます。塗装の質がすごい上がってますよね、足のね、はい、マットな感じになってますね、はい、という感じです。で、まあ、以前のやつはこういう感じですね、はい、うん、こちらグワングワン言ってでしょ、うん、っていう違いがあります。なので圧倒的に正直もう外見は、まあ、似てるって言ってもでもすぐ分かるよねこれ、はい、うん、いう感じになってます。足なんかもね強化されてるので、まあ、よりかっこよくシンプルに、なってるという感じになります。でこれでですねよくバナーをつけたいっていう人がいますので、バナーの付け方をですねついでにやろうかっていう、あ、オプションラックをやろうか。あ、そうですね、うん、じゃあオプションラックをまずその前にやりましょう。